ここはアフリカの奥地。今日も兵隊たちが訓練を続けていた。どうもこちゃんねです。はい、ということで、ちゃんと芝居しましたけど、はい、ナーフ解説8弾です。まあ、手に持ってるこのなんかすごいごついやつ、怖い怖いよ。こんなさ、人持ってたら、こんな銃持ってたらさ、気持ち悪いと思うよね。いや、すげえなって思うよ。なんだあいつって思うよね、きっと。どうでもよ。はい、ということで、こうチャンネルです。言いましたね。ナーフ解説8弾目やっていきたいと思います。ということで、今回紹介するのはこちら、はい、ナーフモジュラスレギュレーターを紹介します。まずこのルックスを見てくださいよ、この。いや、ごつい。うん。電動ブラストです。はい。ということで、まあ、いろんな各部品から見ていきましょう。まずこちら、はい、ストックですね。まあ、マガジンが一つ、12発、まあ、入れてますけど、入ってます。はい。で、そう。はい。ということで、こちら。まあ、こちら、もうわかんない。こちらですね。はい。スコープになるんですけど、ここにもつけてね、超長くすることもできます。はい、こんな感じ。まあ、僕は余計なんで、そんなことはしたくないんで、よいしょ。ああ、もうめんどいめんどい。チューンってこう覗けるようになります。次、アタック割れの方ですね。はい、こちら2つの部品からなってます。はい。ちょっと置けますね、こっち。もう邪魔くさいんで。これ、はい。こちらが、なんか、長い。なんか、これが、こうやって持てるんですよ。すごくないですか？うん、まあ、あんまり使いに行ってないですね。それぐらいです。こちら、かっこいいやつですね。細長くていいと思います。これを、で、はい、こんな感じになります。これで、ようやく、レギュレーター完成です。はい。まあ、早速、まあ、打っていく前に、まあ、いろんな部品、各部品を紹介したと、レールとかの紹介していきます。こちら、はい。レールが1本。こっちはついているところに2本。これだけですね。あとは、ここに3本目。これだけだと思います。はい。で、最大の特徴。こちらに矢印あると思います。ここです。これなんか、ダーツ1本、3本、5本っていう、ダーツの、あ、なんだろう、印鑑みたいなのをしたじゃないですか。これで、はい、こうやって分けられるんですよね。じゃ、こちらまず1本目の方、こっち、1本目の方ね。こっち行きます。電動プラスですね。下の、こうやってから、こちら灰色の方、押していきます。はい。まあ、普通に一発、単発のブラスターですね。次、真ん中の、これですね。いきます。はい、今、何したかわかりますか？ 3 発連続で出てたんですよ。すごくないですか？もう一発って言います。あ、やべえ。弾詰まった。ということで、3発連続に出たの分からないと思うんですけど、弾なくなっちゃいました。ということで、使うときは、こっちですね。はい。一発押してた。はい。差し込みます。で、これで最後。こちら、5発。これ5発同時に出るんだろうとか思うんちゃう。どうせ思うよね。ね。いきます。全部打ち込みます。ああ、連続出てた。弾なくなった時はね、こちら赤い印が示してくれます。はい、ということで、一発、こちら、飛行チーム一番下の時は単発。二個目が三発目。最後、連続。全部連続。という感じで出ますね。まあ、使いたい時にこうやってこんな感じで、こう、あーんみたいな、こう、マシンガンみたいに落とすこともできます。はい。クリスマスの家ね、誕生日プレゼントとかに、もううってつけの商品ですね。7000円ぐらいですね。まあまあ、十分高いんですけど、
まあでもそれなりにクオリティがありますね。はい。まあこれはアフリカの口に入れたら怖いですね。はい。はい、ということであと報告です。30人、高チャンネル30人登録いただきありがとうございました。まあ目標は100億人とか、まあ地球人全てが高チャンネルにチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。というのは嘘なんですけど、まあ、今の目標は50人、100人って、まあ、連続で、こう、ポッ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 ポーっていくのが、僕の目標です。まあ、最悪、減ってもしょうがないとは思うけど、頑張ります。まあね、みんなの期待に応えられるように、僕も全力で動画出すんで、皆さんも応援してくれたらなって思います。なんだこの動画。ということで、まあね、こちら。ナーフレギュレーターの紹介動画と、あとお知らせでした。はい、ということで、まあ最近ね、ゲーム実況の動画全くやってないな。やろ。やります。ということで、まあ次回はね、どっちに出るかわかんないですけど、まあとりあえず、まあ頑張ってやってきたと思うので、応援してください。お願いします。ということで、また、こうチャンネルでした。さよなら、バイバーイ。